はい、皆さん、こんにちは、えー。今日はですね、GW6902KQJR ですね。2018年に発売になりました GW6902KQJR ですね、えー。イルカクジラ限定モデルということで、えー、紹介していきたいと思います。えー、イルカクジラのですね、 イルカクジラのコラボレーションモデルというのは何度か紹介してきましたけどもこちらは2018年に発売になりましたマルチバンドのですねタイプですねマルチバンドの六ということで文字盤にロゴが入ってますけどもタフソーラーですねソーラー充電の仕様ということであとカラーリングがですね初代のイルカクジラモデルのカラーリングと同じと えー、G-SHOCK が好きでですね、えー、ずっと、まあ、集めてる人たちにとってはこの2018年のモデルも、えー、発売当初から人気がありましたただですね、えー、人気があったといってもですね、えー、普通に時計店の店頭に並んでいましたので、えー、一時期の、ね、G-SHOCK ブームの時よりは、えー、穏やかな発売日を迎えたということだったと思います この黒とです、ね、黄色のカラーリングというのは、そうですね、長持ちするというか長く使える G 色の特徴でして、えー、黒いベゼルということはですね、黒いベルトにも合いますので、えー、非常に、まあ、私も好きなカラーリングの一つ、えー、G 色の一つになっています。で裏蓋がですね、えー、鏡面加工ではないんですが、えー、イルカクジラモデルのロゴが刻印されてますね。えー、GW6000 902K、えー、モジュールナンバーが3179ですね、えー、イルカクジラのモデルの2018年ということで刻印が入っていますこの刻印もですね、まあ、人気の理由の一つですねになってるのかなと思いますどうでしょうかね非常にかっこいい G ショックになってるかなと思います えー、光の当たり具合によってですね、このタフソーラーのソーラーパネルの色が変化しますので、まあ、非常に、えー、かっこいい G-SHOCK だと思います、えー。今日はですね、えー、GW6902KQJR ですね、GW6902KQJR2018 年発売のイルカクジラモデルの、えー、G-SHOCK の紹介をしました。えー、次回以降もですね、えー、私が実際に使っている G-SHOCK の中から えー、また紹介していきますので楽しみに待っていてください、えー。それではまた次回お会いしましょう。